はいどうもこんばんはお久しぶりです。えー、フレッドの恐竜チャンネルです。えーちょっとねだいぶあの動画更新が、えー、滞ってしまって、えー、申し訳ないです。えー、っとちょっとねあのー、まあ後で話すんですけどあのー、あんまり撮る気が湧きませんでした。はい。えーというわけでねまあ今回はえーセカンドストリートの方でね えっと、恐竜フィギュアセットが売られてたので買ってみました。値段がね、えー、見ての通り300円で、恐竜がいっぱい入ってますね。基本なんかこう、ブックオフとかに行くと、恐竜のフィギュアが1体、まあ、もしくは2体ぐらい入ってね、あ,あの、売られていることが多いんですが、今回は結構大型め、まあ、中型のね、恐竜たちがいろいろ入ってました。はい。 まあね、ちょっと買うか買わないか迷ったんですけど、まあ動画のネタとして買うのもありかなと思ったので、えー、今回ね、購入してみました。はい。えー、というわけでね、えー、っと、開封してどんな感じのが入ってるかね、まあ、見ていきましょうか。はい。ちょっとね、袋は まずは1体目。はい、えー。コリトサウルスかヒパクロサウルスだと思いますね。はい。これが入ってました。えー、っとね、あのー、このフィギュアシリーズじゃないか一体何なのか僕よく知らないんですけど、なんかね、ああいう業者さん豚屋さんとかでたくさん売られてるような感じなのかなっていう気はしてるんですけど、なんかね、見た気がするんですよね。ただ、 普通のなんかお店とかでどういう感じで売られてるおもちゃなのかっていうのがね、ちょっとよくわからないので、ええー、まあ、あれですね、ブッコフとかでね、似たようなものを買ったりはしたんですが、ええー、ちょっとね、まだわかんないですね、そこら辺の詳細が。はい。ええー、という感じです。はい。色がね、えー、っと、緑っぽい色に、えー、っと、なんだろう、紫とか、 茶色とかね、そういう感じの色で、えー、造形はね、結構いい感じじゃないかなとは思いますね。はい。次です。えっ、ー、と、ドラビドサウルスかな何かなえー、賢牛類の仲間ですね、はい。なかなかね、ちょっと怖なところをチョイスしてくるなっていうふうには思うんですが、 えー、こんな感じですね。これね、覚えてる人いるか分かんないですけど、えっと、僕がね、えっと、チャンネル登録者50人の時に、あの、記念で撮った、えー、動画でも、えー、登場してた恐竜なんですけど、はい。覚えてる人いるかな多分、あの頃、見てる人ってほんと少なかったと思うんで、はい。っていう感じですね。 で、なぜか小さめの恐竜が一体入ってたんですが、えー、ティラノサウルスっぽい恐竜が入ってますね。はい。こんな感じです。指が2本ついてるっぽいんで、テーレックスかなと思います。はい。これが入ってました。はい。えー、次です。えーっとね、サウロロスかなはい。これはね、多分僕初めて見た気がしますね。はい。えー、こんな感じです。 まあ、顔は特徴的ですよね。ちょっとアップで見せると、こんな感じです。はい。えー、まあ、なかなかね、マニアックなところをチョイスしてくるなーっていう気はしますけど、なんかああいうティラノサウルスとかね、トリケラトプス、ステゴサウルス、まあ、竜脚類とかね、ああいうメインのね、 まあ夢どころの恐竜をあえて出してないのはちょっと意外ですけどはい、えー、そんな感じですねでー色がですねえっ、ー、と灰色になんだろう黄緑と黒っぽい色が入ってますね、はい、こんな感じですさっきのコリトサウルスは四足歩行だったんですけどこっちは二足歩行ですね はい、えー、次ですね。えー、っと、パキオラサウルスか、ステゴケラスだと思いますね。はい、これが入ってました。えー、っとね、まあ、ああのー、顔もなく、不荷もなくって感じですけど、顔の造形はね、割といい本じゃないかなっていうふうに思うんで、まあいいんじゃないですかね。はい。色は結構明るめで、なんかあの、これに似たような、なんかマテルのね、パキオラサウルスのおもちゃがね、 出てましたよね、はい、それを思い出しましたね、えー、こんな感じですね色はまあベージュにオレンジに黒と3色ずりって感じですかねはい、はい、またなんかよくわからないのが出ましたねえー、っとアラトサウルス、えー、トラコドンですかねもうこの古,古い 姿勢だとトラコドンって言うべきでしょうか。えーと、こんな感じですね。えーまあ、あのー、なんて言えばいいかな。なんかあの、チョイスがね、微妙ですよね。なんかあの、うん、なんでこれをわざわざつけたのか。なんかね、もうちょっとね、ケラトサウルスとかみたいな顔にしとけばもっと売れると思うのに、なんでこれを出したんですかね。なんか、 相当こだわりがある人だったんでしょうかね。このフィギュア出した人が。はい。えー、ベージュにオレンジとか、まあクリーム色っぽい感じの色がね、塗られてますけど。はい。こんな感じですね。造形はもう悪くないですね。はい。そして最後がイガーノドンですね。はい。えー、これは多分1960年代ぐらいかな。 多分あのー、だからあのもうほんと恐竜が最初に見つかった頃ぐらいな感じのあの四足歩行のやつからの後に多分の復元図だと思うんでえ結構古めですねはいいつ頃造形されたものなのかがちょっと知りたいですけど、はい、ただまあこのイガアノドンが出てるってことはかなり昔に造形されたんじゃないですかね はいこれのスティラコサウルスもね結構ね古めな感じだったんであれですかね感じです、まあ、僕結構これはよくできてるなと思うんですけどねはいあのー、これと同じものが欲しい人は色違いなんですけどあの西松屋さんでえっ、ー、と売られてる恐竜のなんかこう 今、これしかないけど、こんな感じの、樽っぽいねおも、あのー、おもちゃ箱みたいに入った、えー、セットに、えー、と入ってるので、あのーまあ、それで買ってみるのもありじゃないかなと思いますね。はい。そして、もう1体ですね。同じものが入っています。2体、そんな変わらないですけど、ちょっとね、この上の黒っぽい色がね、違う気がしますね。はい。 というわけでね、購入したものを並べてみましょうか。はい、えー、全部でね、8体、まあ、小さいのも含めてですけど、入ってました。これでね、えっ、ー、と、300円、税込み330円なので、まあ、お得といえばお得だったんじゃないかなと思いますね。えっ、ー、と、日頃ね、まずいかない。 セカンドストリートに行ったんですけど、だからね、最初、あどうしようかなって思って、なんかと、手には取ったんですけど、一旦ね、外に出て、やっぱり欲しくなったんで、あのー、買ってきました。なんか動画のネタになるかなと思ったので、はい。っていう感じですね。あこのシリーズね、えっ、ー、と、な、なんだったっけな、なんか僕が、あの、これをね、買ったとき、この恐竜フィギュアセットを買ったときに、 売られてるのを見たんですけど、確か。うん、なんかね、でもわざわざ買おうとは思わなかったんですよね。はい。なのでで、ね、えー、まあ、総評して言うと、あのね、このセットは、あれですね、なんかこう、うん、なんか、もうちょっと花が欲しいなっていう感じはしますね。ただ、造形は結構いいので、 まあそこそここだわりがある人が作ったんじゃないですかね。はい。イグアノドンも、例えばね、このイグアノドンの場合も、もうイグアノドンってちゃんとわかるぐらいにちゃんと造形されてるので、うん、まあ結構いい造形なんじゃないですかね。まああの、サファリとかに比べると、ああ、でも、巻きずを取らずって感じかな。はい。まあ、この中で気に入ってるのはイグアノドンですけど、 他もね、それぞれちゃんとよくできてると思うん、ね、で、まあなんかこう、もともとね、どういう感じで売られてるものかがわからないですけど、なんかこう、興味がある方はね、あのー、なんか、中古で売られてるものとか、えー、おもちゃ屋さんかなうん、そこら辺でね、ちょっとね、手に取って、えー、遊んでみてください。えー、そんな感じですかね。はい、なんかあのー、 結構動画期間が空いちゃって、あの、申し訳なかったです。えっと、気がつけばですね、あの、登録者がなんと4000人を突破しまして、はい。なんか、あの、もうすぐ、この勢いだと5000人はいきそうかなとかなんか思いながらいますけど、なんか、うん、結構、まあ実感が湧かないけど、嬉しいですね、はい。 まああなんか、あのー、視聴者さんがねあのー、どっちかというとああいう海外の方が多いみたいであのー、アナリティクス見るとね、えー、なんであのー、ちょっとなんかあんまり言葉がねあれであの辻なむ面があるんでなんか話すあれですけどあのー、本当にね、皆さんの、まあ、コメントとか。あのー であのまあ日本の方でもねあのコメントくださる方とかね本当に励みにあってますねはいまあなんかあのー、うん他にもねいろいろ企画をやりたいなとか思ってちょっと今あのブースというかあの撮影スペースをねちょっと整理中なんですけどまあなんかあのー、恐竜好きな人がねなんかこう楽しめるようなものがね出せるといいなと思いながらね 日々細々と活動してますので、えー、今後とも応援よろしくお願いします。はい。えー、ぼちぼちあのー、サブチャンネルとかもね、あのー、アンパンマンのチャンネルかな。うん。そっちの方もなんかやったりしてるので、えー、ぜひそっちの方もね、興味あれが、ぜひね、チェックしてみてください。はい。えー、今日はそんな感じでしょうかね。はい。えー、というわけで、今回は、えっ、ー、と、セカンドストリートでね、購入した、 謎の恐竜フィギュアセットを開封していくというね動画でした。はいというわけで今回は以上です。それではご視聴ありがとうございました。